今度は班長さんが来て、日本人から挨拶されたら挨拶を仕返すのよと言って、私にごめんなさいね、この子は入ったばかりでまだ新人なのと言ってきた。とうとう工場が24時間稼働を始めた。昼と夜の2交代制だ。今まで全体で700人ほどいた作業員たちは一気に1000人に達した。中国は人件費がものすごく安いこともあり、機械で生産するよりも人を使って加工した方が安く済むのだ。物価の違いもあるので比較の仕方が難しいが、日本で初任給が20万円ほどかと思うが、この工場の助工さんたちの1ヶ月の給与が1万円いかないので、これだけでも違いがわかるかと思う。二交代制が始まったが、我々日本人駐在員の人数に変わりはない。今までと同じく3人体制で行く。ただ日本語ができる中国人スタッフの人数を増やした。彼らは完全に昼の晩と夜の晩に担当を分け、5つある工場の加工管理を担当する。我々日本人は今までと変わらず昼間の仕事をこなした上で、夜は8時から11時ぐらいまでの3時間ほどを日替わりで巡回することになった。今までも夜は日本への報告資料を作成したり、依頼のあったテストについてその結果のレポート作成などで時間がかかっていたので、交代で3日に1回とはいえ、夜間加工の巡回までをもこなしていくのは相当しんどい話だ。それに中国語を勉強する時間もほぼなくなってしまうだろう。私は日本から来るときに中国語を勉強するために2冊の教材を持ち込んでいた。しかもおそらく本だけでは学べないだろうと踏んでいたので、 CD 付きの本を買い、その CD を MD にダビングして持参してきたのだ。なので本を見ながら耳でも発音のチェックをするといった念の入れようだ。その意気込みの甲斐もあって、最近は頻繁に顔を合わせる入室担当の助工さんからは、チンムーツォンミン、チュアンティエンプーツォンミンと冗談交じりに言ってもらえるようになった。だがまだまだ先は長い。工場に来たある商社マンから聞いた話では、海外駐在員になる場合は事前に半年ぐらい行く先の言葉を勉強する期間があるというのだ。さすが商社だ。時間と費用を惜しまない。それに比べ私の会社は全く喋れないままいきなり中国に送り込んでくる。だが逆にこれが雑草魂を芽生えさせ、厳しい環境の中でも泥臭く生き抜ける原動力となるはずだ。教材を見たり MD を聞く時間がないのなら、普段の仕事の中でどんどん学んでいかなければならない。私が特に心がけていることは、中国人スタッフや助工さんたちが教えてくれた単語は必ずすぐにマスターしようと努力することだ。なぜなら何度教えても覚えない人に対して、今度もまた教えてあげようという気持ちがなくなってしまうと思うからだ。それと中国人同士で話している時や会議の時など、中国語の嵐で訳が分かんなくても必ず彼らの口を見ながら耳を傾けるようにすることだ。わかんないからといって聞き耳を立てていないと、いつまで経っても中国語は体に染み込んでこないだろう。わからないながらも意識して聞いていると、300単語に1単語、200単語に1単語ぐらい自分の知っている言葉が出てくるものなんだ。ほにゃららほにゃららメイウェンティ、ほにゃららほにゃららミンティエン。今はそれでいいと考えている。200単語に1単語しかわかるものが出てこなかったものが、100単語に1単語わかるようになり、50単語に1単語わかるものが出てくるようになる。そしていつの日か、わかる単語とわかる単語が、数珠のようにつながってくるのだと思う。今日は私が夜間の巡回当番の日だ。冷え込んできた夜8時、私は寝床兼事務所の自分たちの部屋を出た。夜空がものすごく綺麗だ。12月ということもあるかもしれないが、まさに降り注ぐばかりの星の数に圧倒される。私は天文的知識は全くないが、東京の冬の空でも見えるオリオン座ぐらいはわかる。だが
東京で見ていた頃は砂時計の形をしているのがオリオン座だと思って見ていたのだが、剣を掲げ両手を上げる男の姿までもがはっきり見えたのには驚いた。工場に入り一通りの作業を確認しつつ、女工さんたちに挨拶をするのはいつもの流れだ。ニハオニハオ。この挨拶の習慣は訪問してくるお客さんからもすごく評価が高い。他の工場は日本人の視察団が工場に入っても黙々と作業を続けるだけで挨拶なんかしないという。まあいろいろな工場があるから一概にとは言えないが、少なくても我が工場の挨拶はそれだけで工場の教育レベルの高さを感じてもらえるらしい。ニハオニハオ。挨拶をしてもちらっとこちらを見てそしらぬ顔をするので、あれと思った。そしたらその子の隣の女工さんが、ニハオって言ってんだからニハオって言いなよと言っている。今度は班長さんが来て、日本人から挨拶されたら挨拶を仕返すのよと言って、私にごめんなさいね、この子は入ったばかりでまだ新人なのと言ってきた。二交代制になって新人が増えたこともあり、自然な挨拶ができるようになるのもまた時間がかかるのかもしれない。夜の巡回も楽ではない。敷地内に5つの工場がある。夜も稼働しているのは3つの工場だけなのだが、3時間で全てを巡回しなければならないのだ。夜10時を過ぎて最後の工場に急いだ。それぞれの工場で作業着を着て、コロコロの粘着テープで作業着に付着している毛髪やその他の異物を取り除く。ちなみにこのコロコロは工場が商品の段ボール包装時に使用しているテープを裏巻きにして作った自家製のものだ。そして手を洗い、殺菌水に手を浸して30秒間待ち、最後にもう一度手を水ですすいでからやっと入室できる。食品を作る工場っていうのは入るだけでも結構時間を要するものなんだ。やっとのことで最後の1工場に入ると、最初は白身フライを作っていたが、気がつくと魚をさばいている原料班の方がみんなで排水口をブラシで磨き出した。30人以上が一斉にしゃがみながら掃除している姿は圧巻で、ふと学生時代に働いていたアルバイトのことを思い出した。私は学生時代にいろいろなアルバイトを経験してきた。植木屋、パン屋、レストラン、健康ランド、居酒屋、ドーナツ工場。特に接客業は混む時間が集中するので、昼間や夕食時のように狂うほど忙しい時間帯もあれば、逆に暇を持て余してしまう時もあるものだ。大概お客が来ない時は掃除をするのが常だった。時給でお金をもらっているので、雇う側もぼーっとさせておくわけにはいかないのだろう。とりあえず掃除でもしておけ、とよく言われたものだった。思い出に浸っていた自分が我に返り、女工さんたちが掃除している姿を改めて見ていると、心が痛んだ。こんな時間に大掃除をさせて、すぐに帰らせてしまうことがいたたまれなくなったのだ。彼女たちは生きることに必死で、少しでも働いて、少しでも多くのお金を稼ごうとしている。仕事がなければお金は入らない。つまり仕事がないと彼女たちの生活を支えられないし、彼女たちに幸せを与えることもできないのだ。掃除の輪はどんどん広がり、最後まで仕事をしていた放送班までもが掃除をし始めた。仕事が多くなってきたから昼と夜の二交代制にしたわけだが、さすがにいきなりは仕事は倍にならない。確かに昼だけの稼働では発注をすべてこなせないわけだが、かといって倍作るほどの発注はない。季節によっても営業から上がってくる発注量にはばらつきがあるが、工場の方は人を雇っているわけなので、必要な時だけ女工さんに出てきてもらって、必要のない時は休んでもらうなんて都合のいいようにはいかない。たとえそうやったとすれば、彼女たちは仕事があってお金がもらえる他の工場に移ってしまう。そうなればせっかく技術を身につけさせた人がいなくなり、商品の品質を維持できなくなるのだ。工場の生産キャパをコントロールすることはとても難しいものなのだ。正直私はただ加工を管理して品質を維持した商品作りができるようにすることだけを考えればいいだけだが、工場の舵取りをしているモーさんにとっては
働き手集めから工場の稼働率、経営的な数字とやらなければならないことが多くて、私には想像がつかないほど大きな責任を背負っているのだろう。常に閣下しているのも理解してあげなければなるまい。それに昼と夜の1000人に膨れ上がった作業員たちを統率していくには、あれぐらいの威圧感と迫力がなければできるはずもなく、それをただ単に怖いと言って片付けてしまう自分たちも反省するところがあるのかもしれない。